ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおリンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1979年昭和54年から放送された西部警察の、登場する警察車両を解説したいと思います。前回のお約束通り、特撮的に言えば、ついにメカなんだぜ。当時は、大人も子供も夢中で見ていた、憧れの車だったわ。前回の概要登場人物については別動画にて解説していますので、まだの方は合わせてご覧くださいね。知らない人も楽しんで、知ってる人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回もゆっくりしていってねー。西部警察、もう40数年も経つ作品とは思えないぜ。西部警察、西部警察は日本のテレビドラマ、1979年10月から1984年10月にかけてテレビ朝日系列で全3シリーズが放送されたテレビ朝日。テレビシリーズ、西部警察、パート3までの正式社名は、全国朝日放送、だった。石原プロモーション制作による刑事ドラマシリーズである。主演は渡哲也。テレビシリーズ、西部警察。1979年10月14日から、1982年4月18日、パート1。テレビシリーズ、西部警察パート2。1982年5月30日から、1983年3月20日。テレビシリーズ、西部警察パート3。1983年4月3日から1984年10月22日。テレビスペシャル、西部警察スペシャル。2004年10月31日。隠しデータ。制作数、238話。平均視聴率、14.5%。関東地区。出演俳優、1万2000人。ロケ地、4500箇所。封鎖した道路、4万500箇所。飛ばしたヘリコプター、600機。壊した車両の台数、約4680台。1話平均20台。壊した家屋や建物、320件。使用された火薬の量、4.8 トン。使用されたガソリンの量、1万2000リットル。爆破シーンをより効果的に見せるための火炎を発生させるため、死者、0人、負傷者、6人。始末書の枚数、45枚。登場する警察車両、他の刑事ドラマと異なる大きな特徴として、パート1中盤からスーパーマシンと称する特殊装備を備えた専用の警察車両が登場するぜ。本作の人気を支えた要因としてこの特殊車両の存在もあり、一般の刑事ドラマとしては異例となる児童少年向け商品、ミニカーラジコンなどの展開も行われたわ。劇中では何かしらの形で犯人側も特殊車両の存在を知っており、何度か車両が盗まれるエピソードも作られているぜ。これらの車両制作は、ガゼールを除き日産プリンス自動車販売、当時、の特販推進室、後のオーテックジャパン、が手掛けたものであるわ。当時設計を担当した、福田政権によると、改造内容はプリンス側に一任されており、ストーリーについての関連性や、指示も特になかったというぜ。そのため、特殊装備を披露する機会は、マシン初登場回などごく少数に限られ、中には RS2 の発射塔のように、ドラマ本編で披露されなかった装備もあるわ。またこれらの一部装備は、後に形を変えるなどして、2000年代以降現実の警察車両でも、実用化されているぜ。ガゼール、オープン。日産ガゼール 2000XE2、S110 型、ナンバー、品川、58、た、25、78、初登場時のみ、品川、88、い、77。他の覆面パトカーも同様に8ナンバーから5ナンバーに変更されている。小暮課長専用車。小暮以来の刑事では松田と鳩村が運転をしたことがある。基本的に自家用車であるが、覆面パトカーとして用いられることもある。本社のみガレージタルガが、制作を担当したぜ。グローブコンパートメントに、警察無線のモニターレシーバー。センターコンソールに自動車電話のハンドセットを装備しているわ。ホロは折りたたみ収納式ではなく、支柱を車体に挿して装着するタイプとなっているぜ。赤色灯は基本的に装着されませんが、一部シーンにおいてダッシュボードに装着して登場したことがあるわ。実際には運転者の幻惑を招き危険なため、このような使用方法はほとんどなされないぜ。劇中の設定では一般車に比べて車高が20センチ低いことになっており、これに目をつけた犯人が逃走用車両として指定し、車高を利用して工事中のトンネルで追跡してきたパトカーを巻いたこともあるわ。パート1、第70話。他の車両と異なり捜査用の装備を持たず、
小暮課長専用車ということもあり、パート1後半以降は登場機会が少なくなったぜ。2006年春の愛のエプロン特番のオープニングでは、渡里哲也がテレビ朝日に乗り付ける際に使用されたわ。マシン X、 日産スカイライン2000ターボ GTE KHGC 211後期型。ナンバーは品川581973号。初登場時の一部シーンでは玉58ね973号。パート2一部シーンでは品川57た973号。パート3第47話での偽装時は品川58と4152。第45話大激走スーパーマシンで初登場。パート3第48話戦士よさらばで殉職。初代ダイモン軍団特殊車両、特別機動車両サファリオンナブルディ、日産サファリエクストラ版 VRG160 型。ナンバーはパート1第111話から第116話が品川88ソ4931。同第117話からパート2第11話が品川88た7111。パート2第18話以降が品川88た1110。同第29話のみ品川88た1522。パート1第111話出動命令特車サファリで初登場。フロントバンパーに散水12門、ルーフ内部に高圧放水12門。前車は第1、第2放水銃、後車は第3、第4放水銃と故障。お装備する特別機動車両隊、通称特機隊の機関となる司令車定員3名。機関員、助手、社長。配備当初は源田刑事が、パート2以降は北条、平尾刑事がメインドライバーを務めたわ。沖田刑事も第2話のラストシーンで運転した。またパート1最終回、パート2第1話や地方ロケの場合、特機隊隊員がドライバーを担当したぜ。放水の必要があるときはポンプ付きの放水用タンク車、警視庁特別機動0112のネーム入りを牽引するわ。潜望鏡式ビデオカメラとレーダーを搭載し、無線だけでなく電話回線の傍受及び盗聴も可能であるぜ。車内の壁には撮影当時の新宿駅周辺の地図が貼られているわ。放水銃とビデオカメラを使用する際は、ルーフを前方に開ける必要があるぜ。なお、この車両はダイモンが発注した唯一の車両であるわ。前面の赤色警告灯及び後部座席周辺の一部イルミネーションは、放映終了後に取り付けられたぜ。パート3第52話を最後に登場しなくなったため、特殊車両の中では登場回数が一番少ないわ。マシン X のような専用の保管庫はなく、西部署内の駐車場から出動するぜ。現在は東京都府中市の村山商事で、ゴリラ、警視庁捜査第8班の特殊車両とともに保管されているが、タンク車は現存していないわ。この関係で、石原裕次郎記念館での展示対象からは外されており、もっぱら首都圏でのイベント展示が中心であるぜ。2014年には、日産自動車グローバル本社ギャラリーにて展示され、その模様が、日産公式 YouTube チャンネルにて配信されたわ。スーパー Z、 日産ペアレディ Z、S130 後期型。ナンバーは、品川33た3527。初期は品川59た3527だったが、排気量と分類番号が一致しない 2.8 リッターのため3ナンバー枠ため変更されたわ。マシン X に代わる大門団長の専用車オートマ車。パート3第14話マシン Z 白昼の対決のみミッション車であり、ドア窓からルーフ部分を油圧ダンパー式フルオートガルウィングドア化。ボンネット上には2連装の催涙弾発射銃が2機搭載されており、運転しながらの発射が可能であるわ。重心は台座が上下し、重心も上下左右に動き、前方は元より斜め左右へ発射可能。またリアバンパー下部にはマフラーが5本出ているように見えるが、左右の4本は煙幕発生装置通称スカンクであり、中央部の1本が実際のマフラーである。赤色灯は反転式。ボディカラーはマシン X やマシン RS 軍団とは異なり、純正色に存在しないゴールドブラックのツートンカラーであるぜ。ボンネット全部には日産のロゴが入っているわ。乗車定員4名。基本的に大門団長専用車であるが、沖田鳩村平尾山形刑事が運転することもあるぜ。パート3の鹿児島ロケではサイレン音がマシン X のそれと同じものになっていたわ。マシン X 同様に西部署内にスーパー Z 専用の保管庫があり、スーパーZ と書かれたシルバーのドアが両側にスライドして、開くと暗闇の中から、エンジン始動音と、ライト点灯、
そして専用サイレンが鳴り響き発進、現場に急行する。当時の制作費は1台1500万円とも言われているぜ。テレビドラマ、ドクターイラブ一郎最終回に登場。この時のナンバーは、品川、300、て、1、2、28、撮影用小道具。マシン RS、情報分析者。日産スカイライン 2000RS、DR30 前期型。ナンバーは、品川、59、た、35、26。ニューフェイス、西武機動軍団で、スーパー Z と共に登場した。大門軍団特殊車両。助手席を撤去してコンソールを設置し、全方向回転式サーチライト及び、赤外線サーモグラフィー対応ビデオカメラ、コンピュータ、共に東芝製。特殊無線機、八重洲無線、FT-707S。汎用メーター、ウェルズの低材波式系、SP400 を使用。信号操作装置、シグナルコントロール。進行方向の信号を、直前の色に関係なく青に変えられる。および ECM 装置、犯人側の電子機器を妨害する。などの操作盤を搭載しているわ。車内後部にもコンピュータ、無線機、プリンターなどが搭載されており、進行方向に対して横向きに取り付けられた座席で操作するぜ。後部コンピュータでは、信号分析、スペクトルアナライザー、周囲で使用されている電波の周波数、発信場所を分析する。声紋分析、声紋を分析し、警視庁科学警察研究所のデータベースと照合して、犯人を割り出す。前後レーダーで捉えた犯人者の逃走経路検索。カーナビゲーションシステム、カーロケーターシステム、自動車総合管制システム。目的地までの交差点形状、誘導表示や、周辺車両の位置、速度などの各情報を表示する、などの機能が使用でき、処理結果は CRT モニターに表示される。最高速度は255キロ。運転席には、軽日記製セミバケットシートに、4点式シートベルトを備え、ステアリングはナルディ製のものが装着されるわ。メインドライバーは沖田刑事、退職後は五大刑事が務め、北条平尾刑事も運転経験があるぜ。乗車定員2名。基本的には運転席及び後部座席の2名で乗車し、コンピュータ他の装備は後部座席側で操作するが、ドライバー1名のみが乗車した場合でも、助手席側のコンピュータで各装備の操作が可能であるわ。後部座席は、2ドア車であることに加え、助手席にも大型コンピュータを置いているため、乗降に難があるぜ。赤色灯は前面バンパー下の点滅式蛍光灯と、リアトレイの回転灯が装備されているわ。劇中未登場ですが、助手席ドア内側には、万能斧及び、救急セットが装着されているぜ。スーパー Z と同様の保管庫があり、マシン、RS と書かれたドアがスライドして発進するわ。当時認可されていなかったドアミラーを装備して登場しており、ドアミラーの認可は登場翌年の1983年3月以降。パート2終盤から、パート3の初期回ではミラーが赤く塗られているぜ。カラーリングは RS から設定された赤黒のツートンであるが、ベース車両は元はガンメタであり、エンジンルーム内部や、ドア内側に、その名残を見ることができるわ。石原プロの車両部が、テレビ映えを意識して、カラーリングを変えたものとされるぜ。なお、RS1、RS2 は、純正色としての、赤黒ツートンである。マシン RS1、RS2、RS3。パート3第16話、大門軍団フォーメーションより登場。この3台のマシンを総称して、RS 軍団と呼称することがあるわ。共通装備品、FET 極東製エアロパーツ、円形製メッシュホイール、サイレン、赤と黒のツートンカラー。当時、日産自動車では西部警察仕様のメーカーオプションを、設定していたこともあるわ。赤色灯などを除く。それぞれ RS1、RS2、RS3 と、ドアに書かれた専用の、格納庫から発進するぜ。RS1、攻撃、戦闘指揮車。日産スカイライン2000ターボ RS、DR30JFT 前期型。ナンバーは、品川、59、た、35、29。発砲して抵抗する犯人に対応するための、弾倉20ミリ機関砲2門が、助手席側のルーフ部分に装備されているほか、マフラーに偽装した急加速装置、アフターバーナーを装備し、追跡時に威力を発揮するぜ。ルーフには空力抵抗を考慮したための変形バーライト、大型蛍光灯、を装備。両脇の赤い部分だけでなく、中央の青い部分にも回転灯が内蔵されていて、発光するぜ。 RS3 も同じ。助手席に大型コンピュータを設置しているため、定員は1名となるが、取り外された後部座席のスペースに人を乗せることもあったわ。第48話など、コンピュータには敵味方識別装置、IFF。目標物の平面側面投影が可能な、逆合成アパーチャレーダー、ISAR。レーダーフォーミング装置が装備されているぜ。エンジンは純正の FJ20AT に、
チューニングを施し、280馬力を発生。最高速度は265キロで、アフターバーナー使用時の最高速度到達時間は、16.3 秒であるわ。初登場時のみ大門が運転し、以降は山形刑事がメインドライバーを務めたが、それ以外の刑事が運転する機会も多かったぜ。なお、劇中で特殊装備が使用される機会はほぼ皆無で、単装20ミリ機関砲が使用されたのは、初登場時と、鹿児島ロケの2回のみ。アフターバーナーが使用されたのは、初登場時と、仙台ロケの2回のみであるわ。RS2、情報収集車。日産スカイライン2000ターボ RS、DR30JFT 前期型。ナンバーは、品川、59、田、35、28。特殊無線機、警察無線、航空機無線、船舶無線、遭難自動通報無線、アマチュア無線、各種緊急無線等の送受信が可能。無線機は八重洲無線 FT77S、無線防受用アンテナ、電動式サンルーフ、4連装特殊弾発射筒。通常とは逆ヒンジで開くトランク内に装備され、無煙閃光弾、信号弾、栄光表示弾、発煙弾、催涙ガス弾の5種類の特殊弾を発射可能。センサー信号処理装置、パルスドップラーシステム、シグナルコントロール。旧マシン RS とは異なり、信号機を青だけでなく赤にも変えられるようになっている。などを装備しているわ。トランク部分の後部両端に、長めのアンテナが取り付けられており、このアンテナの先をサンルーフ部分に固定しているぜ。ただし一部の回では、一方のアンテナを直立させたまま走行しているシーンがある。助手席側の床は、鉄板張りのフラットフロアとなっており、シートを後部へスライドさせることで、サンルーフからの安定した射撃が可能となっているわ。パート3第40話で、助手席に乗る山形刑事がサンルーフから犯人者を銃撃している。また、サンルーフを装備するために RS1、RS3 に装備されている。大型パトライトは設置されておらず、車体後部側面に反転式パトライトを装備しているのが特徴。また車両軽量化のために、リアウィンドウをアクリル製に変更しているぜ。スペックは RS1 と同様だが、乗車定員は2名。劇中では5台刑事が運転し、南刑事が助手席に乗車するシーンが多く見られたわ。5台刑事が不在の際は、平尾刑事が運転したほか、正月スペシャル、燃える勇者たちでは、北条刑事が南刑事を助手席に乗せて、マクドナルドのドライブスルーを利用していたぜ。第48話では、無人操縦されたマシン X を追跡するため、山形刑事が運転し助手席には、北条刑事を乗せ、マシン X に乗り移ってからの並走するシーンがあるわ。RS3、情報分析車。日産スカイライン 2000RS、DR30 前期型。ナンバーは、品川、59、田、35、26。旧マシン RS、RS1、RS2 の登場を機に、ルーフ上の大型パトライト、エアロスプリットなどのエアロパーツの追加と、タイヤサイズの変更といった、RS1、RS2 に仕様を合わせるための再改造を実施し、RS3 となったわ。なお、エンジン、ボンネット、リアスポイラー、サイドステッカーは改造前から変更なく、RS1、RS2 とは異なる箇所となっているぜ。劇中では北条刑事が運転し、平尾刑事が後部座席に乗車するシーンが多く見られたわ。その他では平尾5台刑事が運転することもあったほか、地方ロケでは南刑事が運転する姿も見られ、最終話のみ山形刑事も運転していたぜ。テレビドラマ、ドクター、伊良部一郎、最終回に登場。この時のナンバーは、品川、300、2、59、63、撮影用小道具。続き、GS650C。パート1の第110話から使用されたバイク。突起対応は第109話から登場している。鳩村用のバイクは黒にリペイント。突起対応はシルバーのまま、され、ハンドルを交換しているわ。パート2第3話からは、鈴木刀に乗り換えていますが、第5話などの回想シーンでも使用されているぜ。なお、同時期に白バイ仕様も登場。パート2第29話放送終了後、クイズとして、同車両を景品として、視聴者プレゼントした経歴があるわ。鈴木、刀。鈴木 GSX1100S 刀。パート2から使用された鳩村専用のバイク。オリジナルのカラーリングとは一線を画し、鳩村演ずる舘ひろしの指定により、黒を基調とするものにリペイントされているぜ。パート3終盤、第60話で大破炎上。口述の、刀 R にその座を譲るわ。設定上は 750cc。 なお、フロントウィンカーとマフラーテールカウルは社外品へ変更されており、サイドミラーも外されていたぜ。特に名古屋ロケ後、マフラーは純正マフラーから集合マフラー、アウトバーンに変更されていて、パート2最終回から登場したわ。なお、パート2第40話終盤では、負傷した鳩村の代わりに大門が使用したぜ。鈴木、
GSX750E いいよ、サイドカー。正月スペシャルで刀の代わりに鳩村が使用したサイドカー、白にリペイントされ車体左側にはサイドカーを取り付けられているわ。なおサイドカー後部にはパトライトを装備。サイドカーには主に平尾が乗車。またパート3第60話では北条が使用しているぜ。鈴木刀ある。鈴木刀を元にしたカスタム車両で、前述の刀が大破したために鳩村が乗り換えたバイク。パート3第60話から最終回スペシャルまでの計10話分のみの登場。後年に発売された市販車ではなく、ロケ用オリジナル改造車。レース出場用として製作していたものを警察車両に転用したもの。たちによれば、渡りらが劇中で運転する車はスーパー Z などの改造車ばかりであるのに、自分が劇中で使用するオリジナルの鈴木刀は本来自分の好みではなかったため、好みのカフェレーサータイプのものに改造したくなり、スタッフに頼み込んでいたところ、番組終盤になってようやく OK が出て、この改造車の登場が実現したというわ。デザインにもたちの好みが相当に反映されているぜ。エンジンはもともとレース用としてチューンアップされたため、行動用にデチューンされた可能性があるぜ。エンジンのほか、パワーアップに対処するため大型オイルクーラーへ乾燥するとともに、サスペンションとフレームを強化。エンジン出力170馬力、最高速度270キロ、0400m タイム10秒。前照灯脇に前方集中型赤色点滅火を備え、本来は丸い2つ目ライトのフルカウル。鳩村用バイクとしては、唯一緊急走行が可能。全身の辰巳刑事が乗っていたハーレーダビッドソンは、パート1第30話で前フェンダーにパトライトを貼り付け、サイレンを鳴らしていた。その他、ガゼール、スーパー Z、RS1 から3、刀 R は、小樽市の石原裕次郎記念館で、2011年6月15日から閉館まで展示されていたわ。日本テレビ系、トンネルズの生でダラダラ行かせての、人気コーナーだった、生ダラカートグランプリでは、石橋貴明と、貞岡昌司は、舘ひろしと、近藤雅彦に敗れたため、石橋と貞岡は罰ゲームとして、石原プロモーション企画の駐車場で、スーパー Z、ガゼールオープン、サファリオン WD、RS1 から3の洗車をさせられたぜ。放送の際には、テレビ朝日の協力のもと、本シリーズの映像も使用されたわ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。楽しんでいただけましたか？今回は、1979年昭和54年からのテレビドラマ、西部警察シリーズのメカの解説をしましたが、いかがでしたか？今見てもかっこいいのだけど、当時はみんなの憧れだったのでしょうね。この時代の日産は、売上販売台数ともにトヨタと争っていたぜ。まさに日産黄金期だったわ。ここ数年、旧車人気で、同じような車両はめちゃ高くなってるぜ。何か気づいたことなどありましたら、コメントしてくださいね。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。